前回がですね、どこまで行ったっけ、なんかその花見、あ、もう爆弾魔がいっぱいすぎて、なんかもういろんな男に会ったような気がするけど、でもあんま進展してない気がするな、いろいろ。ホワイトデーはあって、あと進路決めたね、進路は決めて、もう一流大学に、まあ、やっぱ突撃すると。まあなんかそれ以外の選択肢をね、選んでもいいけど、多分狙う男によって変えなきゃいけないんだよね。ただ、騎乗くんがフリーターってなると、一流大学が微妙な気がしなくもないけど。まあそんな感じでですね、もう3年生になりました、私も。はい。もう1年ないからな、マジで。ちょっとここいらで本当にちゃんとしないと、エンディングで誰も来ないルート、もしくはたまちゃんルート入るから、これ。ここら辺でちゃんとね、しっかりとパラメーターとかも足りるのか分かんないけど、上げていかなきゃいけない。五郎のおしゃれコラム。もうその23まで来てんの、これ。マーメイドラインスカートって何なの、それ。そんな、デートで着れば彼氏はメロメロ。いや、そんな、マーメイドラインスカート。あ、パーポー人気。バレッタ。あ、パーポーはね、持ってる。バレッタは持ってるけど、マーメイドラインスカートはちょっと厳しいかも。魅力を上げとくべきなのかどうなのか。あー、健康、勉強はいいね、勉強はいいな。行楽師匠微妙。魅力ちょっと上げときたいよな。魅力が少ないよね。なんか魅力上げれば男が食いつくみたいな。来ましたわ。うん、はい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 。参加希望者はこれは参加しなきゃ。もう水族館を見学。水族館、いや行ったことあるな。午前9時30分。はい。新羽畑駅。新羽畑駅ね。はい、わかりました。どうしようか。いや、これはもうさすがに上げるしかない。おーいや、えい、あげちゃえ。よろしい。うん。では次の日曜。はい。挙手した者は、はい、必ず集合するように。わかりました。以上。うん。ホームルームを終了。いやー、水族館か。9時半新羽畑駅。に寝坊。これ寝坊はないよね、さすがに。そういう事故やめてよ。なんか問答無用で欠席させられるみたいな音。はずききゅん。は、え、なに、な、どうした。あー、爆弾君、またまた君またなの。なんか同じ男が爆弾抱えるね。なんか見晴らし機とか一回も抱えないよ。だって何の関心もないんだろうけど。お、課外授業来ました。ちょっとハズキ君大丈夫か。爆弾ほんと耐えてよ、耐えてよ。ほんとよかった、間に合った。全員揃ったようだな。ちょっと耐えてよ、ほんとね。それでは出発。また K 君が 爆弾抱えてる時にこれ課外授業みたいな、なんかそれ忘れなきゃとか言ってたのにね。いける。それでは入館する。はい。スキーシップ、いい、あり。ここらで本当に稼いどかなきゃ。メガネとか指紋つけたら怒られんのかな、これ。え、うん、いけた、いけた、いけた、いけてるよね。オッケー、オッケー、オッケー。今日の体験が君にとって、プラスになる。もうなんか、ここまで来たら結構いけるんじゃないか、どの部位も。どの出た魚食べてる人。真剣に観察していたな。おう。結構。え？研究の成果は上がったか？ちょっと待って、選択肢違うぞ、これ。どうだ？え？ちょっと待って、選択肢違うかも。ん？総排水量。眠り深の捕食方法。水槽見つめ先生の横顔素敵。いや、これはさすがにダメよ。眠り深の捕食方法。これよりこっちじゃないか、眠り深は。大変結構。よし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 。付けどころだ。何それ。今日の君の評価は A だ。え、眠り深いいんだ。眠り深って何？私わかんないけど。へえ。な。子供か君は。いや、だってそうそう、眠り深で今はしゃいでんだから、そりゃそうよ。オーケーオーケーオーケー、いいよ。今日の課外授業とても勉強になりました。よろしい。よし、君の学習。あ、オッケー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 。次回もまた参加するように。総排水量やばかったのかな、これ。ちょっと私に何か用か。これ頭の方がいいか。メガネより頭の方が出てたよね、星がね。君の意欲の高さには感心する。攻め攻め、もうやったね。今日の課外授業バッチリ好印象。よし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 。ではここで解散する。先生、寄り道出かけませんか。各自まっすぐ帰宅するように。私また連れ出してもらえませんか、先生。先生、まあ、魅力も上げたいけど、正直ちょっと他のパラメーターが落ちるっていうのがね、非常に。勉強とかもそうだけど、運動も全部落ちるんだよ。今上げたいやつが軒並み落ちてくっていうね。魅力って魅力以外で上がんないのかな。いやー、これはでも勉強のにっこりマークにもうこれ乗っかって、やっぱこれかな。とりあえず魅力も上げたいけどね、本当は。ちょ、ストレスやばい、どうしよう。あ、ストレスやばい、どっかで寝なきゃいけない、これ。いや、これバイトで学力下がるから、結構そう、結構ね、上がってないんだよな、あんま。で、クラブ活動か、そうかそうか。で、これは言っとかなきゃいけないね。これちょっと寝る暇ないって、これ爆発すんじゃないの、葉月くん。大丈夫これ。ちょ、K キュン爆発しちゃうから、これ。また勉強がにっこりか。まあ、とりあえずでもまた今週も勉強かね、これ。まあ、行楽師匠がちょっと絶望的で、来週がね、またそんな変わんないから、勉強今週までやっといて、来週あたりからちょっと勉強以外のことやってもいいかもしんない、これ。
そういう流れでいく。もうじゃあ今週はとりあえず勉強かな。これちょっと K 君大丈夫、爆弾で私のストレスもかなりやばいけどね、これ大丈夫いける、うん、寝る寝るな、もう大丈夫。どうしたどうした、ナッチンじゃん、どうした、ナッチン、ナッチンはもうナッチンのままだな。大きいっさ、この子な、なんか別に顔文字普通なんだよな。欲張って喫茶店行きたいけどね。置きに行くか、これ。ナッチン。いる、ナッチン。うん。一緒に帰ろうよ。あ、マジで？道連れって何？じゃあ帰ろう。まあまあ、これでちょっとずつ好感度が上がっていけば、まあ、おきっさも行けるようになる可能性があるけど、これしかない。もうおきっさじゃないから質問がないんだよね。ちょっとお気に行きすぎた可能性あるな、これ。別にナッチンだし、もう攻めでよかったかもな。もうナッチンというか、なんか、この女の子相手にもちょっと結構真剣に考えちゃってるから、これ。いや、お気に行った方がいいかな、みたいな。いや、違うんだよね。ここはとりあえずもう攻めでいいか。いや、男も攻めじゃないとダメよ、これ。ケイ君にとりあえず電話しなきゃいけないよね、そしたら。まあまあ、しょうがない。もう、何よ、あなた。ああ、はずきくん。男心って、わしづかみ丸だけど。うん。んじゃないよ、もう。あ、あのね。いや、君が爆弾抱えてるから、また2回目だよ、ほんとに。あ、ここあんのか。でも寝ない。あ、ここ超、ちょっと超チャンスじゃん。このあたりで、なんか日曜あるかもしれ、いや、ないか。一個開けとこう。ここにしよう、ここに。ここにして、ちょっとちゃんと計画立ててね。予定立てないといけないから。で、どこ行くかだな。ちょっと遊園地のさ、あの、お化け屋敷行きたいな、これ。5月3日に遊園地に行かない？よしよしよし、オッケー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 。これ爆弾抱えてる時って断られないのかな。じゃあ5月3日にバス停で待ってるね。おうこの子なんか好きな服装とかあんのかな。なんか全部に反応しないけどな。オッケー、とりあえずストレス大丈夫とか、休まなきゃいけないのか。あ、忘れてた、それ。あ、やばい、やばい、ちょっと待って、やばい、なって。で、ここは、あ、この週にちょっと行楽師匠でもまあいいかなっていうとこっすよね。魅力上げとくべきか、これ。ちょ、魅力一回選ぶか、これ。他が下がるから、正直あんまり上げる価値があるかどうかっていうのは分かんないけど。とりあえずね。他結構さ、どうした？え、お客様？はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。ほな、その間に窓ガラスを敷かせてもらいます。なんかこれ記憶あるよ、こういうの。こういう流れなんかあった気がしない？なんか。フォースハートバージョン。はい、OK です。ありがとうございました。毎度うわ、連携プレイだね、これ。わーちゃん、俺もだいぶ息が合ってきたな。はい、うん、確かにな、連携プレイだもんね。そうかな、慣れだよ、慣れ。俺は自分と組むのが一番やりやすいわ。あー、そう。これからもその調子で頼むで。最近あんま出かけてないからな、騎乗くんとも出かけなきゃいけないかなと思いつつ、他の男の爆弾処理でちょっと忙しくて、私も寝なきゃいけない日もあるしね。え、そう？うん。ゴールデンコンビの誕生やな。ゴールデンコンビ。騎乗くん、私のことを一人前と認めてくれたのかな。おー、そうなの。結構ベテランになってきた。え、これちょっと待って、寝ないと死んでしまうかもしれない。いや、一応来週寝られるな。ちょっと待って、今ここだってさ、祝日であと2日活動日があるわけでしょ。2日だからストレスは2しかたまんないと。で、ここは今93。いや、無理せず寝とくべきだと思うよ。ここはちゃんとしっかりもう寝といてね。もうギリギリだとほんとダメだから寝といて。はい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 。で、またヒムロッチ、どうしたんですか。どうしたも何も。うん。ガソリンを入れに来たに決まってる。いや、私もうベテランになったんでね。うん。ああ、そうか。廃屋満タン。うん。エンジンルームには触るな。はい。洗車は手洗いだ。はい。以上。あの、この前と同じですね。任せてください。もう分かってます。いつものって言ってくれれば大丈夫です、それは。はい、かしこまりました。いやー、はいはい。え、これなんで登場するかどうかって何でさ、変わるんだろうね。ストレス、ちょっと待って、これ、ここも寝とかないといけない。ちょっと待って、あ、ここじゃないわ。あ、なにこれ、ボウリング場に卓球コーナー。マジ卓球までできたの。はあ、これは見逃せないわね。これマーメイドラインスカートパープル。いやー、カフスも持ってないんだよな。どうしようかな。健康がよろしい。おお、まあでも健康しばらくいいな。いやー、健康、まあでも運動、あ、でもこれ寝とかない。いや、ちょっと待って、ちょっと冷静にね、一回ここで寝るじゃん。あ、でもここいっぱいあんのか。ここいっぱいあるんだったら、もうここは寝といて、一回ここ寝といて、しっかりと休養して、これ緩和させておかないと本当に追い込まれるからね。はぁ、無理。ほら、追い込まれた。ほら、よかった、休養しといて。もう、おい、もう、まあ、顔、溺れちゃう、もう。
お何誰よ今度は。これ出かける前に見られるよね多分。ちょっとあかんマジで何なんこれ。え本当にもう爆弾抱えた男しか出かけられないんだけど。で君はもう亡くなってるもんな、ね、電話したから。え君じゃないんだ、鈴鹿でしょこれ。絶対鈴鹿、絶対そうだ。なんでよもう、あんたも2回目、もう全員2回目もう0か2回しかないよこれ。他大丈夫ね。もうなんなのほんと、もうマジで。他にももうとりあえず今日はあれだからね、 K 君とデートだから、ちょっとダメだから電話できないからね、ちょっとごめんね。もう出かけるから私。紫なんかいいっつってたよね。紫と、いやーカフスってこれ入らないよね。これつけてったろもうしょうがない、鈴鹿の時。今回はつけないけどね。えこれじゃ、これじゃ寒いって言われるかな。でももう5月だし大丈夫なのでは。もうこれでいくか。寒いとは言われないよね多分。大丈夫、葉月くんまだ来てないみたい。あ来た、待たせたな。あ大丈夫よ。うん、うん、私も今来たところだから。そうか、うん、流行色だろ。そう最近よく見る。そうなのよ、パーポー。うん、え、あーこのチューブトップ、チューブトップって言うんだ。に似合わないかな。いや、うん、合ってる。本当お前にやったー、気に入ってくれたみたい。じゃあ、あー言われなかったわ寒いって。やっぱあー行きます、うん、カタチョンとかいけるんだっけこれ。なんかあ、オッケーオッケーオッケー、ついてるか。いやついてないけどね、あなたが爆弾抱えてるからちょっと今日ぐらいはと思って。うん、入るぞ。え、あそうだ、肝試し行きたいとか言ってたんだこれ、お化け屋敷が。え、これダメかも。ちょっとやっちゃった、やべ。いや、そうだよね、急に近づいてそうだよね、分かってたんだけど。選んじゃった癖で。どれにする？そうだな。お化け屋敷ってのは、メリーゴーランドハートあるんだ。お化け屋敷ってのはそれがいいのか。うん。いや、いやそう。なんか、いやそう。ちょっと早く行きましょうよ。やめろ。いや、いや、早く行きましょう。早く行きましょう。行けるか？これもうスキンシップダメ？なんだ？え、もうダメ？本当に。おい、あ、あり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 、何してんだ。オッケーオッケーオッケー、ありありあり。一度ダメだからダメなわけじゃないんだね、その先も。はいはい、え、どう？ケイ君？ケイ君なんか反応してよ、お化け。ちょっと舐めてたかもしれない。え、俺、え、怖かったの？あんなクール装ってたのに。何か言うか。え、大丈夫。いや、よしよししてあげようかな、おじさんが。ほら聞けよいや、だって怖かったって言う。え、ちょっと舐めて、あ、質問というか選択肢の前だからダメってこと。言ってよ、選択肢の前と思わなかったよこれ。私すごく怖かった、葉月くんがいたから怖くなかった。なんか子供騙しみたいな仕掛け、これはダメだ。いやでも葉月くんだったら、いや、これや、これや。一人で入るよりはマシだったかもな。ちょっとなんか喜んでない気がする。オッケー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 。どうした？いいよ。え、お疲れ。うん、うん、業務、業務、何その業務みたいな。いや業務じゃん。どうした？お疲れって。手が。いや、うん。どうかしたか。いや、まだちょっと怖くて、まだお化けがいるんじゃないか思ってこれ。うん、今日のデート、ま、あー、まあまあか。じゃあどれが良かったんだろうな。え、むずこの人。え、ケイ君めっちゃむずいね、なんか。おい、ちょっと、でな、ちょっと待って。で、鈴鹿だよね。ちょっと待って。おい、ちょ、落ち着け、ちょっと落ち着け。ちょ、鈴鹿？スケジュール的にはまあ明日とかでも全然いいな、これ。日曜なんかたまにぶっこんで来られる時があるから。これ明日だな、これ。鈴鹿だよね。あ、いた、おい、大丈夫？はい。カズマくん。男心ってわしづかみまるだけど。どうした？いや、どうしたじゃない。突然かけてくるなんてよ。なんか用か？いや、爆弾が本当にもう、ちょっと、どこ行く？あ、ここだね、5日。ボーリングありかもな、君スポーツ系だもんな。うわ、温水プールとかあんのか、これ。温水プールいいんじゃないか、君スポーツ系だからプールどう？ 5 月5日に温水プールに行かない？うん。おー、マジか。なんだ付き合ってやるぜって、あんたが爆弾抱えて拗ねてるからでしょ。それじゃあ5月5日に公園入り口ね。おう、オッケーオッケーオッケー。お前が誘ったんだから。いや、そうだけど。遅刻すんなよ。そうなんだけどね、そういうことじゃないのよ。うん、気をつけるよ。よし。早く、5月5日来ないかな。いや、ちょっともう、まあ、そうだよね。次の日だよね。当日も誘えたらいいのにな、これ。とりあえず、当日は無理っていうのがなかなかシビアなとこだよね。で、これはもう、あれ？これしか持ってないんだっけ？いや、そうなのよ！そうそう！ピンポイントで鈴鹿狙いの水着だからね、これ。もらいました。もうこれ鈴鹿メロメロです、こんなの。どう？おう！
待たせちゃってごめんね。もうこの時点で水着着てるかもしれない私。い俺も今来たとこだ。あ、そう。ちょうどいいタイミングだぜ。ああ、本当？まあ行きましょうかじゃあ。うん、本当よかった。あ、うん。なんか気が合うよな。うん、なんかそれ言ってるけどすぐ爆弾かだから爆弾抱えやすくなってんのもしかして。さ、え？早く行こうぜ。うわ、屋内プールって書いてある。でもあれだもんね。葉月くんとか別に顔の表情あのたこ焼きの顔変わってないのに爆弾抱えてるからあんま関係ないのか。でも見晴らし機はなんで全然興味ないの私に本当。え、来た？なんか泳ぐの早そうじゃないか。なんだろうそれ。早そう？そうかな。おう、水の抵抗感じねえようにきちんと作ってやるぜ。あ、スポーティーのあれだからか。やっぱ水着はそうじゃねえとな。おう、いやスポーティー好きなんだなやっぱ。あー、よかったこの水着にして。よう、お前ちゃんと泳げんのか。いやこれだよな問題。わかんないんだよこの人、意外とむずいんだよな。まあまあかな、泳ぎ方教えて。泳ぎなら任せておいてよ。いやー教え、いやなんかスキーはダメだったけど、これスケートの時はなんかさ違ったよね。マジでむずいんだけどこの人。泳ぎ方教えて、教えて。そういうのはな、うん、泳げるやつ見て勝手に覚えんだ。なんかおかしくないかこれ、めちゃくちゃむずいんだけど。なんか損した気分だ。なんでよ、いるピルルルじゃなかったからいいんでしょこれ。え、何これ。そこそこって感じか。あー、まあむずいな意外と。時間の無駄にはならなかったと思うぜ。え、鈴鹿って意外とむずいかもな。なんか選択肢は同じような感じなんだけど、ものによって違うっていうのはむずいかもねこれ。うりゃ、なんか余計に疲れが。え、下がってる今。え、今下がった。自分がうるさすぎて聞こえなかった効果音。なんか、え、下がった。え、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 あれ、え、送ってやるよ。え、ま、いやどういうことだから。責任ってやつだな。だからどういうことなのそれ。じゃもう腕にしとく。腕にして絆創膏は痛そうだからな。絆創膏、あ、いけた。もうデートもおしまい。今日はカズマくんと仲良くなれたのかな。いや慣れてない よ。あ、出た。そんなに近づくなよ。出たラッシュ。これなんなのこれ。ダメな時も強制だからなこれ。危ないからね。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや別に、うん、じゃまだな、うん、まあねしょうがないねこれは。えへへ、カズマくんに送ってもらっちゃった。いやえへへじゃない、選択肢ミスってんのよ。ずっとミスってないかなんか、なんかずっとミスってるよね。ちょっとやばい。やばいわ、すげえミスってる気がする。ちょっと待って、大丈夫これ。うわー、健康がいいのかしばらく。じゃあ運動しとくべきかなっていうところっすかねこれ。でスケジュールはなんかあったっけ。スケジュール来、わしの誕生日あるわー。これはもうものにしなくてはいけない。これはただ運動とりあえずやっといて。誕生日これどうなんだろうね。結局誰も来ないで終わったりしてたもんな。なんかこの2年間というか早すぎるんだよねそもそもがね。森村くんでしょこれ。森村くんも変え、作坊作坊とかいけんのかなこれ。森林作坊、作やハート絶対無理だな。作や、作坊、作坊無理じゃないか。作坊、作坊喫茶店行かない。作坊作坊何読んでんの。え、母さん、これガーデニングの本なんです。え、作坊いけんの。面白いですよ。お前作坊いけんの。うめ、絶対ダメだと思ったんだけど、もう賭けというかもうダメだろうなと思って選んだんだけど。お茶して帰ろうよ。え、今日はこれから夜と作坊。そう、それじゃあ仕方ないよね。ごめんなさい。あ、作坊本当。失礼します。え、これ作坊には変わったの。作坊が嫌がられたんじゃなくて、作坊になったけど断られたってこと。え、作坊が嫌だった。どっちか分かんないけど、ね、なんで作坊どこ行った。作坊、いやスケジュール的には、いやもう誕生日来ちゃうよこれ。どうしよう、寝とくべき。いや休養取ってもいいんだけどねこれ。え、もうなんかここの日曜日に魅力叩き込んでもいいけどな。まあ一応ここほんと大事取って、もう今慎重にならなきゃいけない時期だから、これ一応寝とく。ここでちゃんと寝といて、ストレスを62まで下げると。あー計画的だねこれ。でまだ運動がいいんだっけおそらく。ちょ待って、あれ、ちょ運動がいいんだったかなこれ。運動かな。あーそうね、運動が良くて来週は行楽師匠が一番いいのか。まあここは運動叩き込んどいて、誕生日頼むよほんと、お願いね。もうほんと頼むよ、もうお願いね。え、誕生日来るよ。え、来たけど誕生日。え、来た。初めてじゃない？今まで来なかった。誰？日村。あいにく母は外出していて。落ち着きなさい。うん、ごめんね。訪問ではない。うん、ごめん。おい無理だよ、落ち着けないよ。はあ、そうでしたか。うん。うん。
君にプレゼントを持ってきた。いいんですか？プレゼントですか？今日は君の誕生日だ。はい。でもどうしてヒムロッチがわざわざ一人の人間がこの世の生を受け、はい、無事に育つということは、それくらい尊い。はいはいはい。まあまあまあわかるけど、じゃあもしかして生徒全員にプレゼント？まあ確かにね、そういうのであれば私以外にもあげてるんじゃないかと。そうではない。いや、そうでないんですか？私の要件は以上だ。え？失敬する。帰っちゃうんですか？え、なんか頬は絡めてる。気のせいか？はい、ありがとうございます。中身は？なんだろう、ね、開けてみて。ジュラルミン製ペ、もう最、本当にプレゼントっぽいの来た、ついに。なんか問題集みたいな、そういうやつじゃない。シンプルでかっこいい。マジで？これ学校に持ってっていいんですか、これ。学校で先生の授業中とかに机に置いといてもいいやつ、これ。ヒムロッチの趣味なのかな。なんかそんな感じするよね。大切にしよう。誕生日あるんすね、これちゃんと。ダメなのかと思ってた。今週バッチリ頑張ったよね。君はスタイル良なったんとちゃう？何を言ってるの、ほんと。メリハリっちゅう。いや、誕生日だったのは覚えてないのかな、私の。やったね。これ一人しかもらえないのか、当然。何これ、いい天気だな。なんだ、これ来るぞ、なんか。あれ、どっからか。バラの香り？バラの香りなんですか、バラの香りって。バラは赤、スミレは青。ちょっと待って。何？バラ色の頬の君。何？これバラ触っていいのか、これ。すごく綺麗なバラ。あなたはこの前の。もうなんだよ、もう運動してたら。で、運動枠？違うよね。いや、そうだけど。このバラをどうぞ。このバラ、じゃあ触っていいんだ、これ。受け取っていいんですか、このバラ。ありがとうございます。いや、なんでなん。ちゃんと、いや、話聞かないとじゃなくて、どうぞって言われたから、これ受け取ってる。受け取りの触りだから、これ。なんで話聞かないとじゃないから、受け取ってんだから。嬉しい。いえ、この間はありがとうございます。あれ、これ放課後？放課後じゃなくて昼休みとかだったら、このバラどうしたらいいのってなるから、このバラ持って教室戻んなきゃいけないからね。なんの。お礼を言うのは私の方だよ。はい。愉快なドライブだった、ね。いや、まあ、ドライブと言っていいのかわからないけどね。失礼ですけど、一体あなたは。さあ。うん。私は一体誰でしょう。いや、もう不審者だよ、こんなの、もう。おっと、時間だ。うん。残念だけど、今日はここまで。うん。じゃ、またね。もういなくなるの。もう帰ってしまうんですか。行っちゃった。それにしてもどうして校内で。そうだよね、ここ学校の中だよな。まさか先生、教師、これ。会ったことないよな、教師で。も別に出てきて、まあハテナだから。これ教師、これ教師枠まだあるの、まさか。確かにね、教師枠ね、ちょっとある場合もあるよね。教師枠。でもこれ何で出てきてんの？今日は第3日曜日、クラブ。何で出てきて、なんか運動してたら出てきたよね。いや、運動枠じゃないだろうし、もう全然わからん。何この人。まあ、とりあえずこれはもう出席しなきゃいけないから、これなんだけど。あとな、ちょっと待って、あと爆弾魔もういないよね。ちょっと待って、もう爆弾が多すぎて、もう処理したのかしてないのかわからなくなってきた。ちょっと待って、いないよね、もう。で、ここは、変わってないだけ。もうダメだ。もうバラで頭がいっぱいで、もう なんだよ。行楽師匠がいいのか。行楽師匠な、どうしよう。行楽師匠ってどの枠なんだ、結局。多分これとかなんだよね。これかこれなんだよな。どっちもかな。でも運動は上げときたいんだよね。ただ調子が悪いっていうところが気になる。健康全然いいな。まあ運動でいいかもね、これ。じゃあ運動上げといて、かな。運動上げとくか、これ。ちょっととりあえず今週も運動かましといて。ちょっと運動がね、なんか上がりづらいんだよね。なんか下がっちゃう。やっぱ学力やると下がるから、結構下がりがちなんで、これちょっととりあえず叩き込んどいて。いや、ちょっと調子があまり良くないね。やっと私が自由に出歩けるターン来た、これ。爆弾いないね、本当に。大丈夫ね。爆弾いないね。大丈夫ね。すげえフレンド下がってない、この人。まあでもしばらく何の予定もない。これ何？ 6 月12日。体育祭か。体育祭が控えてると。どうしようかな。ちょっと電話して、もうご無沙汰の誰かに、まあ、騎乗くんありかもな。ちょっと騎乗くんに久々に電話かけるか、もう変化球三原式、これありだよ、これ。
どうしよう。一回ちょっと三原式挟もうかな、これ。もしもし。お、三原式。僕だよ。久々だね。ああ、三原くん。私、男心って、わしづかみ丸だけど。君だね。ああ、久々だね。なんか連続で断られたから、今度こそっていう気持ちで電話かけて、あ、振り回んのか。これはちょっとどう？振り回、振り回ってどこ？あ、これか、振り回けど、ここ行かない。なんか人混み苦手そう。初詣もすごい嫌そうだったしな。5月30日のフリーマーケットに行かない。うん、それはもう帰りな、もうほんと。もう電話かけた私が間違ってました、もう。もう帰りな、ほんとに。もうごめんね、今まで電話かけまくって、ほんと。うん。仕方がない。むずくない？じゃあね。この人超むずいんだけど。残念。いや、三原式、ちょっとな。こんなむずいの、三原式って。ちょっと困るよ。この私でも無理だなんて。好楽師匠がいいと勉強がしばらく良くないな。まあでも好楽師匠がいいのであれば魅力上げといてもいいけどな。魅力な、必要なのかどうか分かんないんだよなこれ。まあとりあえずでも運動上げときたいな。運動がちょっとね遅れてるからね、かなり。お、なんだ、あー久々だねとか。これ名前変えられんのかな。水吉水吉水吉ダメなんだろうな。水吉がいいけどな。水吉が多分ダメだから。水木様、水木さん、須藤様。こういうのってさ、須藤も多分ダメで、これも多分ダメ。この人、この4つダメだな。これもダメじゃない？ということはこの辺り、いやでも好感度ちょっと上がってるから、いけ、水木様いけるんじゃない？ダメ？無理だったらもう知らない、もう知らない。あ、もう喫茶店、もうしょうがない。水木様、今帰り？あら、あなたも、ね、あ、いけてんじゃないのこれ。オッケーオッケー、よしよし、もうダメだったらしょうがないで攻めた方が一番強い。これ男にもこうやって攻められればいいけどね、本当はね。お気に入っちゃうからな、やっぱ。お茶して帰らない？エクスキューズモー。おうおうおう。水木、何？今日はスケジュールに余裕がないの。もう、じゃあ誘わないわ、もう。そっか、じゃあ仕方ないよね。じゃあ、ありがとう。いや難しいなこれ。オキッサやっぱ難易度高いんだな。しょうがない、一人で帰るか。まあまあでも、え、変わったんだよねこれ。え、ちょっと待って、さっきえ、これ変わった、え、ちょっと待って、さ、え、昨夜なんだっけ、ちょっと、な、な、な、あ、次週日曜、はい、授業を行う、はい、参加希望者はいるか。いや、これはもう出なきゃいけない。プラネタリウムを担当する午前10時、いや、駅前広場に集合だ。あの、せめてプラネタリウムでも演目変えてもらえませんか。あのタイトル全部一緒ですよね今まで。駅前広場、はい、わかりました。どうしようかな。いやーもうこ、ちょっとなんか演目変えてもらうことできない、そういうの。あげちゃえ。よろしい。うん。では次の日曜、挙手した方は必ず集合するように。これデートとか行けないんですか先生。ホームルームを終了する。これ本当になんか全然たこ焼きマーク良くなんないよな。全然行けないのかな。なんかこ、課外授業だけやってても全然上がる気配ないんだけど大丈夫なのかな。あ、もう来たわ、もう来たけど、全然上がらないんだけど本当に。よかった間に合った。いや、また同じやつですか。もうちょっと課外授業増やしてもらえません、なんかジャンルというかバリエーション。それでは入場する。はい、館内では座席表に従って速やかに着席する。いやー、これはスキンシップいけるんだろうね、うん、ここ頭で、メガネより頭だったっけ。頭いっちゃう、もう。え、何が楽しい。でも先生もないし嬉しいんじゃないのこれ。うん、信号を慎むように。はい、毎回くだらない注意をさせる。この時って良かったっけ、なんかダメだった気がする。あれ、いける、ダメ、いや、あ、いけるいけるいける、オッケーオッケー、白がないかもしんないけど、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で北斗七星の絵の曲がり具合、はい、伸ばしていく。だから同じなのよ。え、これしかないのこのプラネタリウムも。牛飼い座のアークトゥルスを通り、うん、白い明るい星にぶつかります。いや、まあ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 、聞いたよ俺も何回か。乙女座の一等星、うん、いや聞いたのよ、聞いたって。それ別のやつないかな、別のタイトル。ないのかな本当に。ずっとこの演目だよな。本日のプログラムは終了した。うん、質問のあるものはいるか。質問のあるもの、え、先生の星座、これダメなんじゃなかった。先生は宇宙人。銀河の写真はどうやって、え、これしかなくないもん。銀河の写真はどうやって撮るんですか。いいところに気がついた。いや、もうこれはよかったよかったよかった。日本が誇る世界最大の光学式望遠鏡によって撮影された。これって選んだことあったっけ。なんか見たことあるような気がしなくもないなこれ。え、
これは良かった。なんかたまにもさ、これ一択だなってやつがたまに見捨てたりするんだよね、なんかね。こら、子供か君は。いやそうよ、それはもうそう、プラネタリウム何回も見てんだから、こっちはそれではしゃいでるんだから、もう子供ですわ。もうだって大人だったらね、もうこれ見たことあるわって冷めるところだよ。それを私はもう何回も喜んでます。頭ばっか触って、今日の課外授業とても勉強になりました。よろしい。はい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 。学習態度は関心に値する。ありがとうございます。次回もまた参加するように。うん、これさ、ん？あんまりなんか上がらないよな。メガネとかでもいいのかな。目ん玉潰すとかでもあり、これ。ここら辺潰しちゃおうかな、おじさん、これ。君の能力の高さ。いや、なんか弱い。ちょっと弱かったかも。やっぱ髪の方がいいのかな。やったね。今日の課外授業、バッチリ講演しよう。どっか誘ってではどっか寄り道せず、うん、各自まっすぐ帰宅するように。どっか誘って、こっからプラスアルファお願い先生、プラスアルファ。もうなんならプラスアルファの方がメインなんだから、誘って。もう本当にこれ多分もう一段階行かないと誘ってくれないんじゃないか、これ。うわ、全部微妙。顔たこ焼き、来週も全部微妙。いやー、これはなかなか厳いわね。魅力上げとくか、これ。いや、これ吹奏楽最近参加してないから、これ言っとかないとやばいかもな。ちょ、これ参加しよう、これ。来た？吹奏楽部のイベント来るんじゃないか、これ。なんか落ちてる写真、それもかなり古いもの。おい、まさか日比谷くんじゃないだろうな、これ。現像してなかった写真。お、わーちゃん。いや、君、そっち。ちょうどよかったわ。なにこの辺に。それや、それ。うん、その写真を探しとって。いや、なに、これどうかしたの、これ。なんサムネ送る。これ、鬼城くんの落とし物。見たい。なに、これは子供の時の。見ちゃったけど、これ鬼城くんの小さい頃。いやー、なんでお父さんだけ目が隠れてんの。お母さんは出てんのに。なんかお父さんなんか重要キャラ。ああ、うん、お袋がまだ生きとった頃の写真や。そういう、あ、なんかね、そのどうして一人暮らしをしてるのみたいな、濁されたからね。ああ、そういういきさつがあったんだ。これ触れるの、こういうの。うわ、これが鬼城くんのお父さんとお母さん。鬼城くん幸せそうに笑ってる。今さらキーなんか使わんといてや。ああ、でこれは触っちゃいけないんだよね、ここ。分かってるよこれ。不幸自慢なんかしたないしな。うん、俺もいつまでもガキとじゃ。なるほどね。まあ、こう触ると話聞かなきゃ失礼だよねとか言うからね。親父のことを、うん、金儲けしか頭にない、おう、冷たい人間やと思っとった。おう、そんで反発して、おう、飛び出して、これ話聞かなきゃ失礼だよねと言いながら、親指の爪。いや、そうだよね。そうだよね。分かってたけど、離れてみて分かったんや。おう、親父は、うん、仕事に没頭することで、うん、寂しさから逃げてたんや。はあ、いや、それちゃんと聞かなきゃ、これピルルルってなるなって分かってたけど、見てる人がね、いや、そんなこと言ってビビってるだけでしょって思われても困るから、ちゃんと示しといたんで。これ1ミスの代わりにミス、もう、あ、なんて、まあ、なんて1ミスの代わりに、もうちゃんとこれ分かってますよアピ、ちゃんといらないけど。何、寂しさから逃げてた。あ、まあそうね、なるほどね。 うん、分かったんや。うん、好きな人間を失って悲しくない人間なんかおるわけない。まあそうだな。うん、自分と出会ってからそう思うように。いや、私のこと、すごい、もう告ってない、これ。もう告白一歩手前ぐらいのレベルよ、これ。鬼城くん、こんなん他のやつに喋らんといてな。おう、自分やから言うたんやで。いや、なんでこれ、何条件で出てきたんだろうな。うん、でもそれじゃあお父さんのところに戻ったりしないの。いや、うん、それとこれとは話が別や。うん、親父の会社をそのまま受け継ぐなんかつまらん。なるほどね。俺は自分だけの力で親父を超えるんや。マジで？そしたら文句はないやろ。うん、多分。すごいね、かなり目標が高いんだ。じゃあ、うん、鬼城くんならきっとできるよ。ありがとう。うん、頑張んで。うん、いつになるかは分からへんけど。ああ、それで一応進路はもうやっぱあれなんだ。あれなんだっけ、夢を追いかけるためにフリーターっていうのは、あれ違う、それナッチンか。君もでも進路フリーターでなんかそういうのだっけ。そういうわけで、うん、たまには真面目に授業でも受けるわ。受けてなかったのかい。あ、受けてないからいつも屋上にいんの、君。いつもというか、さっきいた、なんか屋上にいたよな、ずっと。バレン、あれさっきじゃないか、あれバレンタインの時だっけ。 なんか屋上にいたよね。なんかさ、サボってる感じ、屋上で醸し出してるもんな。おっと、はっ、サクボー、サクボー、何ですか、何やってんですか、これ。サクボー、サクボー、何、芋掘り、サクボー。あ、お
今帰りですか。いやそうなんだけど、作坊何してんの。ちょっと膝いい、膝小僧。作坊あんなに泥だらけになって作坊あんな泥だらけになってだけ見たら自分の子供みたいじゃない。なんか作坊が作坊があんな泥だらけに。でもなんだか嬉しそう。うん、作坊は花壇の手入れ。この花壇しばらく使われていないようだったから使用許可をもらったんです。あ、君って園芸部だったっけ。なんかあれに書いてあったよね、つくしの。君じゃなかったっけ園芸部。え、これ触っていいの。これ触っていいのもおかしいけど。シャベル、あ、いけるいけるいける。作坊は何また同じやつ。せっかく花壇があるのに足りないです。まあね、コスモスを植えようと思って。あ、コスモス植えるんだ。これ多分ね、もう次スキンシップダメだから沖に行くと思うでしょ。本当にダメなんだよってことをちゃんと見せるから、これまたね、ちゃんとしっかりとしっかりとこういう。いや、ごめんなさい、私ビビってただけだったかも泥だけ。また同じこと言ってる。え、えらいね作坊って。大変そうだね、手伝おうか。いやー、子供扱い嫌がってたしな。こっちなのかな、こっちこっち。いいですよ。え、制服が汚れてしまいます。いや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 、まあ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 。作坊、いやいや、同じことしか言わなくなったこの人。何これ、体操服に着替えれば平気だよ。それに一人じゃ大変でしょ。おおおおお、じゃあお願いします。ああそう、ちょっと待ってなさい、着替えてくるから。はいポン、はいポン。なんでここだった、タイミング。ここは迷いのないポンだったよ。私分かってなかった、すごい理解してる。もうなんかベテランぶってたけど。うん、じゃあ着替えてくるから。あ、はい、うん、あの、はい、はい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 、なんでしょう、はいはいはい、なんでしょう、はいはい、なんでなんで何。ありがとうございます。いやいやいや、いいやで、とても助かります、うん、もうスキンシップダメなのかなこれ。いや、私は攻めるよ。またここがダメっていうだけ、膝なら OK だと思うもう知らない、もう知らない、もう作坊勝手にこっちが触ったのにもう知らない。え、これ何だ、な、え、とか吹奏楽で出てきたの。え、なんか全然条件わかんないけど吹奏楽で出てくるとかあるんだ。え、これ何、ちょっと待って。え、吹、あ、これま、あ、違うよね、吹奏楽選んでたからここに合ってただけで今日の活動日じゃないよね。爆弾抱えてる男とかいない、大丈夫、これチェックしなきゃいけないよね、逐一ね。ちゃんと先に確認しといて。 いないでよ、ほんといないでよ、困るからね。だ、騎乗くんがここに来て怒涛のラッシュかけてきましたよ、これ。01、まずいかもしれないですね。いやー、ストレス抱えてるからちょっと休んだ方がいいかもな。ここ冷静に休んどいて、そうね、なんかここら辺になんか入るかもしれないから、ちょっとここ休んどこう。ここ休んどいて次の週からちょっと考えるか。こっからよ、重要なのはこっから。今回は、あ、何これ、あ、月変わったのか。バンジージャンプできたの、マジで生きてー、これ。え、無事生還できた勇者には熱い抱擁を忘れずに。そう、何なのあるんで。おしゃれコラムはチューリップラインスカート、何なのそれ。ブラウンヘアピン、うわー、ブラウンか、あんま持ってないかも。で、ここはみんな同じたこ焼き。まあどれも同じな、とりあえず運動叩き込んどくか。これ運動しといて、いやでも運動、いやどうなんだろうな、あんまり他が上がんないかな。学力下がっちゃうっていうところも ポイントがね、ちょっと困るから。おっと、あ、あ、え、そうか、あ、スケジュールあったわ全然。あ、じゃあまあ運動でよかったかもね、これね、体育祭前の練習みたいな。あー、はい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 、来た。さてと、競技に参加しようかな。いやこれはしといた方がいいよ、これ。じゃあどの競技に参加しようかな。いや二人三脚がね、正直簡単だったイメージがあるけど、借り物競争ミスったんでな。パン食い競争、借り物もう一回ちょっとリベンジしたいな、これ。借り物競争頑張ろう。おお、ちょっとミスれないからね。はいはい、でなんだっけ、男子からアイテムを借りると、で一定の距離を走ると借り物のお題と男の子が表示される。うん、で誰にアイテムを借りるか選択できるようになるので、 L スティックを動かして選択、 A ボタンで決定。はい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 、でその後 A 連打、結構ね複雑なんだよね。はいはい、 OKOKOK 了解、よし行くぞ。もうマジでミス許されないからね。でなんだっけ、まず走んだっけ、まず走って、え、ここ A 連打でいいんだっけ。うん、あるね、あれー、うー、爪連打、伝統芸能爪連打で、ここえどこまで行く、でこれで、うん、誰に借りる、バスケットボール、スーカーじゃないか、スーカー、これこれスーカーの偽物、これちょっと待って、スーカーどれ、これか、スーカー、オッケーオッケー、これだ、あ、オッケーオッケー、早くして早くして、ああ早くして、早く、ああ、うーりゃうーりゃ、追いつかれてる、うーりゃ、爪連打、もう爪なんか剥がれてもいい、もう爪なんかここで剥がすようなもんだよ、よっしゃ
よっしゃ、爪も、もう爪なんかどうでもええ、とにかく1。え、これ鈴鹿ポイント上がる？わーちゃん、あれ？さ、すごいな。あ、なんや、見てたら関係ないんだ。俺まで妙に燃えてきたね。いや、これやっぱ好感度一番高い男の子が来るんだね。やった、頑張った甲斐があったかな。いや、マジか、これちょっと01。あれ、また騎乗くん、調子はどう？お、え、おう、わーちゃん、いや、今あったけど、おうじゃないよ。騎乗くん、次は何の種目に出るの？なんや、クラス対抗リレーらしいわ。うわ、マジで？俺が学校サボってた間に決めよったらしい。見してもらえる？じゃあ、その爆速を。でもそれって期待されてるんじゃないの？期待な。うん、自分が走るのしんどいから、うん、俺に押し付けただけちゃうか。いや、これはでもね、あるよ。まあ、みんなご苦労さんなこっちゃ。いや、これはせ、あの、ありますよ、騎乗くん。超早いよ、多分。何の得にもなれへんのにな。いや、と思うでしょ。まあ、ここで一発かまして、私にいいとこ見せといたらね、いいことあるかもしんないから。エネルギー浪費すんのもあらしいし、うん、ああ俺は適当に手抜いとくことにしよう。騎乗くんってそういう、なんか全部、すべてのことに全力みたいな感じじゃないんだ。あ、騎乗くん、どこへ行くの？出番が来るまでその辺でサボっとくわ。ずっとサボってんだな、君。あんな態度、あんまり良くない。あれ？ちょっとこれまずいんじゃないの？ちょっと注意した方がいいかな。お、いけいけいけ。ちょっと注意しよう。いいよ。注意。めっちゃ気合い入れてる。注意しに行ったらめっちゃ準備してる見えないとこで、なんだサボってるふりして全力でやろうとして準備してんじゃない、あんた。俺実は騎乗くん張り切ってる。あー、ほんまめんどくさいわ。いやー、めちゃくちゃ張り切ってんなこの人。おいおいおい、おりゃおりゃ、あー、見つからないように静かに。あ、見つかってない前提なの今。せやけど、出るんやったら勝たんと悔しいし。おう、え、ってことは一人で喋ってんすか今？一応クラスの代表やねんから。おう、無様なとこ見せたら男が去るわな。あ、これ本当に一人でずっと喋ってんだ。おお、これ見つかっちゃいけないから触れないの？素直な、素直じゃないんだから。うん、噛んでるけどね。素直じゃない。なるほどね、そういうことね。体育祭のラストはやっぱりフォークダンス。え、これということはさ、騎乗くんが先生を上回ってるよね、最初に出てく。あ、え、あれじゃん。え、これ順番どうなってんだこれ。なんだ。うん、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。なんか微笑んでない？前と違わない？いえ、なんだか不思議な光景かな、なんて。どうでもよろしい。どうでもよろしい。くだらないことを言ってないで、うん、手を貸しなさい。うわ、ちょっと変わってるよねやっぱね。え、いや、あれ、ちょっと待って、順番おかしくないかこれ。ばあちゃん、これはサボらんで正解やったな。え、あ、いやいや、うん、こっちの話。え、なんかさ、たこ焼きマークはこっちの方が上に上回ってたじゃん。え、でもこれ順番関係ないのか。え、なんだこれは。あ、で次は鈴鹿なの？ってことは好感度順なのかこれは。よー、おと、お、え、こういうの苦手なんだ。うん、足踏んじまったら悪いな。うん、ビンタするわよ、そしたら。足踏んだら、え、これどう、え、ちょっと待って、これで終わりかな。あ、まあまあだろうね。あ、そう、え、作坊は鈴鹿より下なんだ。こうして体育祭が終わった。あー、ちょっと待ってこれ、え、どうなってる、これ。ちょっと待って、これ聞いた方がいいんじゃない？何ちょ、聞いた方が、つくし、ちょっともういるいる、もう部屋入ってるよ、もう。ノックする前から入ってる、なんなら。え、どうなってる？え、これ、ちょっと待って、これちょ、え、これちょっと待って、どうなってる？ここはまあ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 、ここはね、普通、まあ、別に全然上がってない。で、作坊もまあまあまあ、今まで通り、ここも変わってないですよね。で、ここが、とんでもないことになって、あれ、これ先生もう無理では。一瞬で上がったぞ。で、鈴鹿、え、じゃあ、え、ちょっと待って、先生がなぜ先に出てきた？先生見たいですよねこれ。ドゥン、あー、先生も好きになってる私のこと。どうしよう。で、これが何これ。え、これ、え、どう、あー、どうしよう。取り合わないで、私のことを取り合わない、私の